はい、船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したらお前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。はいっす。何かあったらすぐシルフもどきで俺たちを呼んでくださいね。最悪の場合か。リンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、坊に頼まれてしもうたからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい。とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。海、波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も。岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。羅針盤買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。
僕は…ベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん。しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。わかった。直接俺が確かめる。ちょっと、どういうこと？検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと？わかんないけど、無関係とは思えないよ。アイフリードは大魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の検問を襲う？どうする？鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。しかし、アイゼンのやつも勝手じゃのう。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。お話にならんな。やるじゃないの。何問題？死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で精霊を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔するな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。行くぜ。こいつなんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんじゃ。センター後が怖い。確かに。すまん、アイゼン。クーハー鎧の攻撃。ほら、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 面白いな、あんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった。喧嘩に勝ったのはあんただ。
どうすりゃいいんだい。では精霊のお歴々結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてね。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね。本当に。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。冗談だ。どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋、うん、りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を。同志様なら王都にだって作れるだろうに。ここってお前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ、ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですがローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした。捕食されてしまいました。左手で精霊を食らうコーナーで。ベルベット、ご存知なのですか。昔の教え子、オスカー・テレサに続いてお前まで退けた。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つのか。模範生のお前もベルベットに当てられたようだ。
一つだけお教えください。離宮に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか？あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。エレナ、なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？それは餌を捕らえるためでしょうか？下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。この絵にしには決着をつけねばなるまい。さっきの喧嘩屋は潜り込んでおらんようじゃな。あいつの気配はバーッと遠くへ去っていったデフ。風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん、奴に聞け。ザビーダの武器ペンデュラムだったね。そういえばアイゼンは初めて会った時もペンデュラムのことを言っていたな。あれを頼りにアイフリードを探していたのね。そんな曖昧な手がかりでよくやるわ。ザビーダがアイフリードの失踪に関わってるのかな。わーっと、ザビーダからはちっとも殺気を感じなかったでふけど。わからんが、多分また会うじゃろうて。清涼にも因縁があるみたいじゃったしの。僕あの人嫌じゃないけど。おう、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。今すごい殺気を感じたでぐ。精霊術を使った仕掛けのようだ。おそらくここの警備に関わるものだろう。そう考えるのが自然ね。他にも仕掛けがないか辺りを探してみよう。Thank you.
に済ませるわよ。呪い超撃力しまった。つむじ撃破呪い超撃力高攻撃空砲絶勝撃そこだ食らい尽くす超撃力その名はブレインブースト次つむじ撃破空砲絶勝撃いつ見ても奇抜な格好じゃのう。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。お話にならんの。手応えがなさすぎる。成果を確認してくれ。よし、なかな。俺の感性が叫んでいる。これは名品だ。
子供の服？また変なものが取れたな。ペンダントか。私には必要ないものね。探索船。邪魔するなら始末する。どう、アイゼン。うん、今ので何かが変化したようだ。
取り返しがつかんものでないといいがの。せいぜい幸運を祈るんじゃな。祈らないわよ。私は神の神殿を荒らしに来てるんだから。ほほう、感心感心。自分が何をしているかちゃんと分かっておるようじゃな。ベルベット、アルトリウスはどんな技を使うんだ？左手一本で振るう超刀よ。それにシアリーズっていう火を操る精霊。けどそいつはもう殺した。そいつの代わりにカノヌシを名乗る精霊を使役しているのか？おそらく。けどそいつがシアリーズ以上の連携を取れるとは思えない。ずいぶん希望的な観測じゃな。シアリーズ以上ならあんたたちの出番。一体呼んで刺激精霊を抑え込んで、その隙をついて私が食い剥がす。そうすればアルトリウスはただの人間よ。だがどうやってアルトリウスの間合いに入る？ライフィセットの術を使う。私は切られようが焼かれようが構わずアルトリウスに突っ込む。あんたは私が動けるように回復し続けなさい。攻撃を受けるのを前提にした特攻か。確かに今日つけるかもしれないな。即死しなければの。でもそれじゃベルベットが。これは命令よ。結局物扱い、むごいもんじゃな。先に行くわ。マギルー姉さん、あのベルベットというゴーマ、本気でどうしアルトリウス様を殺す気なんでふか。一体何を考えてるんでふ。さての、案外何にも考えておらぬのではないか。違うよ。殺したって言ってた。演説の時だ。俺も聞いた。アルトリウスは仇だと。それにしたってすっごい憎しみでふよ。アルトリウス様とはどんな関係なんでふか。様はいらんぞ。わと？その時が来ればわかるだろう。生きてアルトリウスに牙を突き立てられればな。その通り。全てを焼き尽くす憎悪の炎が一体誰を焼くかもの。あ、危ない橋だが付き合うのも恩返しだ。行こうぜライフセット。